かわいい、ありがとう。ハートもありがとうございます。みゆちゃん今日もかわいいね、ありがとう、ありがとう。こんにちは、こんにちは、ありがとうございます。こんにちは。おつみーた、おつみーた、おほみーた。そう、バランスボールです。今日5月11日だけどツーショット買いました。ありがとう、ありがとうね、嬉しい。やったー、かわいい、ありがとう。ヤッホー、松川ちゃんバイトから帰ってきた、ありがとう、お疲れ様。つみたんつみたん、ポニテ、そう、めっちゃ久しぶりポニテ。そうだね、こういうのもつけてるんですよ。つみたんつみたん、みーたん推し、ありがとう。つみたんつみたん、改めて近部屋で、ありがとうね、ありがとう、久しぶり。みえママさん、こんばんは、こんばんはって。みーたん推し、ありがとう。ポニテすごく似合うね、ありがとうございます。ハートありがとう。タコありがとうございます。あ、テロップかけます。ポニーテール可愛いです、ありがとう、ありがとう。そう、ポニーテールしてます。はい、つみーたん、つみーたん、ありがとうね。トーク握手会通所、ヤッホー、おつみーたん、おつみーたん、おつみーたん、ありがとうございます。はあ、今日もかわいいみーたん見てて感無量です、ありがとうございます。駅着いたけど宿に着かないから見れない。あ、宿に、宿なのね。おつみーたん、ところでみーたんが使用しているとこ、スマホって iPhone それとも Android？ iPhone です、みゆが使ってるやつは。みーたん、後でモバメ返信します、ありがとう、待ってますね、ありがとう。こんばんは、こんにちは、ありがとう。おつみーたん、おつみーたん、みーたん、こんにちは、こんにちは、ありがとうございます。こんにちは、みーたん、今日もかわいい、ありがとう。ちょっと急に始めたし、まだみんな仕事中かな、仕事中の人もいそう、いっぱい。涙袋にキラキラ、そう、つけてます、キラキラ。みーたんは手紙を書くときどんなことを書けば、え、どんなことを、あのね、どんなこと書く、ハートありがとうございます。どんなことを書けばいいんだろうね。でもなんかショールームの感想とかなんかいろいろ書いてくれたら嬉しいです。はなも今日ポニ、あ、そうなんだ、はなちゃん今日ポニティだったんだね、そうなんだね。みーたん推し、ありがとう。おつみーたん、おつみーたん、だるまのギフトありがとうございます、ありがとうございます。そうですね、あなたの愛を伝えてくれれば嬉しいですよ、ありがとう。こんにちは、こんにちは、うん、水色のだるまのギフトありがとうございます。こんにちは。あと皆さん、あのトーク会や握手会やツーショット会また来てくれると嬉しいです。6月、5月、あれ、まあ、あの来てくれたら嬉しいんですけど、はい、後ろに詩人賞で、そう、めっちゃ嬉しい、本当にかわちい。タイムフリーでラジオ聞きました、ピアノ弾き、そうなんですよ、ピアノ弾けるんですよ実は。ハートのゲストありがとうございます。おつみーたん、おつみーたん、みーたん、こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。ハートありがとう。おつみーたん、おつみーたん、遊びに来たよ、ありがとう。遊びに来てくれてありがとう、ありがとうございます。こんにちは、こんにちは、ありがとう。たくさんのハートとかありがとうございます。だるまもこんにちは。もうね、ハモったんですけどね、はなちゃんと一緒にね、歌を、万華鏡かな、歌ったんですけどね、めちゃめちゃ楽しかったっていうかね、すごい嬉しくて。聞いてくれてましたか、またやりたいですね、ハモリ。こんにちは、こんにちは、今日もかわちい、ありがとう、かわいい、ありがとう。今日は野球がないから退屈、あ、退屈、みゆの配信があるのでね。そろそろ俺はドラム練習をしなければならないが、一旦離れるビューティフルのテンポが、あ、ビューティフルのテンポ、ビューティフルやるのかな。おはみーたん、おはみーたん、こんにちは、こんにちは、ありがとうございます。
今日の夜ご飯はグラタンなんですよ。おはみたん、おはみたん、すごい前髪。こんにちは、こんにちは。三拍子に負けず頑張ってきます。そう、頑張ってね、ありがとうございます。こんにちは、こんにちは。なんか今日はさ、いつも来てくれてる方がさいなかったりさ、いろんな方がさアバター見てるとさ来てくれてるからさ、多分時間を変えるとさたくさんの方が、いろんな方がいつもと違う方が来てくれる。昨日のはなちゃんとの合唱部配信よかったらまた時間、そうですね、またね、カラオケもはなちゃんとね、あのね、歌唱力の、まあ、予選とかが終わったらするみたいな感じで、ちゃんと本当に予定立てようねって話してるんですよ。つみーたん、つみーたん、ありがとう。フォローありがとうございます。花見合唱隊花見合唱隊いいね、それ。はじめまして、はじめまして、ありがとうございます。あ、そう、あとあのなんかあのショールームのウェルカムボードに見えるのね、あのトーク握手ツーショット会の衣装とかを書いておいたので、皆さん見てくださいね。それで来てください。こんにちは、こんにちは、ありがとうございます。おつみーたん、おつみーたん、こんにちは、こんにちは。ぜひフォローもよろしくお願いします。なんかあのなんだっけ、なんか2500人くらい増えたら、なんかの企画をやりたいなとかも思っております。おつみーたん、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 ありがとうございます。ゆあにゃんと仲良しなんですね。そうです、ゆあにゃんとね仲良しですよ。で昨日もねボイトリ行った時にゆあにゃんに会いました。喋った。ひらがなみゆちゃん、こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。花が本当に可愛い。あのこの組み合わせがさ全部可愛すぎてやばい。合唱コンクールの練習でちょっと男子ちゃんと歌ってって注意した。でもみんなに、なんかもうちょっと声出してとか言って言いました。合唱の時、こんにちは、こんにちは、さつきちみゆきち合唱部でもいや、ありがとうございます、嬉しい。おはみーたん、おはみーたん、おつみーたん、こんにちは、こんにちは、ありがとうございます。あとどんくらいできるんだろう、グラタンってどんぐらいできる。こんにちは、こんにちは。こんにちは、こんにちは、ありがとうございます。グラタンいいな。そう、久しぶりのグラタンで、なんか前グラタン食べすぎたらちょっと飽きた時期もあったんですけど、おつみーたん、おつみーたん、ありがとうございます。バランスボールでピョンピョンして、バランスボールでピョンピョンしました。ミーターは猫舌ですか。猫舌かな、でも猫舌じゃない気もするけど、わからない。でも熱いのは好きです。だるまのギフトありがとうございます。おつみーたん、おつみーたん、ありがとう、ありがとうございます。バランスボール気づかんか、あ、本当にバランスボールの音するかな。ピアノの前だから、あ、そういうことね。ピアノの椅子はここにあるんですけどね。みゆさん、こんにちは、こんにちは、ありがとうございます、ありがとうございますね。体幹鍛えながら配信って一石二鳥。そうですね、そうなんだよね、だからいいんだよね。宿に戻ってきて、おお、戻ってきたから見れるね、ありがとうございます。ハートのギフトもありがとう。
おつみーたん、おつみーたん、ありがとう。こんにちは、こんにちは。昨日のボイトレで学んだことを早くやんないと。こんばんは、みゆちゃん、こんばんは。生誕祭アーカイブで見たけど感動しました。ありがとう、嬉しい、見てくれたんだ、ありがとうございます。やふい、みーたん今日も可愛くてありがとう、好き、ありがとうございます、ありがとう。今日はポニーテールですね。とね、5月11日、あ、ちょっとトーク会、通称とか握手会の話なんですけど、5月11日が合格キスで、5月12がドラゴンズユニで、5月25が私服で、5月26が愛知選抜のユニフォームで、6月15日が制服で、6月16日が私服で、6月22日が制服で、6月23日がユアニャンと双子コーデです。イエーイ。おつみーたん、こんにちは、こんにちは、ありがとうございます。おはみーたん、おはみーたん、おつみーたん、おつみーたん、ありがとうございます。つみたん、つみたん、ありがとう。あれ、できなかった。おつみたん、ありがとうございます。今日もかわいい、ありがとう、嬉しい。あれ、あれ、あれ、待ってね。すごいコメント来てた。つみーたん、愛知選抜ってソフトボール。そうですね、ソフトボールです。ゆあにゃんと双子コーデ楽しみや。そう、楽しみ、めっちゃ楽しみです。あはみーたん、あはみーたん、愛知選抜はソフトボール、まだ入るの？あのね、あの愛知選抜のやつです。すいませんね、あ、すいません、ちょっと愛知選抜意味ですね。11日参加賞、ありがとうございます、嬉しい、ありがとう。研究ラブリー、ありがとうございます、かわいい、ありがとう。こんにちは、双子コーデ見たかったね。そう、みんなね、本当になんか欲しかった。みんな本当に見に来てくださいね、会いに来てください。今日も可愛い、ありがとう。両方見えてるな。そうだよね、両方耳ちっちゃいんですけどね。ポニーテール可愛い、ありがとう。こんにちは、こんにちは、ありがとうね。可愛い、ありがとうございます。こんにちは。お父さんは制服の目でどの曲が好きなん？でね、なんか一番最初の声を語る指示になれなくてが好きで、頭4曲は。で、なんかユニットはあの女の子の第6巻が好きで、中曲だったら、あ、ジェラシーのアリバイ好きって言ってましたね。あとあれ、あの楽園の階段も好きらしいです。愛知選抜にすごい、そう、それにちゃんとあのなんかスカートみたいなの履こうかなとか。もちろんトーク会もツーショット会も行くで、ありがとう、嬉しい、楽しみにしてます。両方とも耳が小さいですか？本当ですか？お父さんと気が合いそう。あ、気が合いそうですか？本当に？ポニーテール正面からじゃ、え、そう、わかんないですよね、確かに。こうなってるけど。こんにちは、こんにちは、ありがとうございます。番号と名前も入ってます。入ってる、入ってる。あの後ろに番号と名前が入ってて、前にも番号が入ってるんですけど、入ってます。こんにちは、元気ですか？元気です、ありがとうございます、ありがとうございます。こんにちは、こんにちは。グラタンがあそこに置いてあります。後ろの前面めっちゃ可愛いですよね。かわちい、かわいい。こんにちは、こんにちは。服かわいいね、ありがとう。昨日と似てる服なんですけど、今日はオーバーオールです。ありがとうございます、かわいい、ありがとう。おはみーたん、おはみーたん、ありがとうございます。背番号22のソース、22番だったんですよ、大野雄大選手と同じ番号。今日はもぐもぐ配信しますよ。ちょっと椅子変えますね、ちょっとバランスボールだと食べれないのでね。バランスボールじゃなくて、あ、これだったらあんま見えないから、こうしよう。こんにちは、こんにちは。
ありがとうございます。おつみーたん、おつみーたん、ちょっと暑いから多分。グラタン、グラタン、ちょっと危ない。グラタンです、イエーイ。何？おつみ、そう、グラタン。セイタさん緊張します、めっちゃ緊張しました。食べますよ、もうすぐ。僕は19番だったんだね。そう、おーおー、そう、美味しそうでしょ。今日の服も可愛いね、ありがとうございます。今日ももぐもぐ配信してみます。ちゃんとね、したことなかったよね。だって昨日はなちゃんのがほぼ初めてじゃん。いつもお菓子とかあったけど、ママ料理うまいね。そう、これはママが作ったんじゃないですよ、実はパパが作ったんですよ、昨日。きゅうりはママが作りました。きゅうりの漬物作らされてましたね、パパ。いただきます。きゅうりからいただきます。めっちゃカリカリ言う、おいしい。今日のお昼も食べたけど。グラタン、そう、すごい、パパさん、話題のパパさん、そう、パパがすごい作りましたね。大盛りです、熱そうですよ。いや、最近食べてなかったから。グラタン、明日から4連休で初見です。初見じゃないけどありがとう。確かに ASMR みたい。お父さん今日休み、今日休みじゃないんですよ、昨日グラタン作って。美味しいです。うん、パパグラタンとかハンバーグとかを作るんですよ、よくね。ママはそんなにハンバーグとかグラタン作らないけど、あへん。あ、これじゃがいも入ってないかも、今日のやつ入ってないね。鶏肉とほうれん草と玉ねぎとグラタン、グラタン、グラタンかな。あとエビと、これってグラタンっていうのかな、マカロニか、マカロニですね。久しぶりに来れました、ありがとう。昨日はバンテリンドームに見に行ったけど、1回から偏差つけられてビール飲むだけ。本当に飲むだけになったの。マカロニです。ちなみにドリアは好き、ドリア好きですよ、美味しいよね。タコのギフトありがとうございます。また洋服に、あ、そうですね、うん、ミータもキュウリ会入りますか。あ、マリンさんと倉島美さんと中村泉さんでしたっけ、キュウリ会見た昨日。君もキュウリの漬物大福、ミユさんまで全然作りませんよ。昨日の夜は何食べたの、昨日ははなちゃんとマック食べたんですけど、その後家に帰ってハンバーグを一切れっていうか、なんか一口ぐらいのサイズのやつとほうれん草のおひたし食べました。ほうれん草と人参のピザ食べながら見よう、いいですね。ピザもいっぱい食べる君が好き、ありがとう。マカロニグラタンね、そう、マカロニグラタン、マカロニグラタンしか食べたことない。そう、あ、確かに
お仕事終わりでそう作ってくれました。感謝。美味しそうです。あ、めっちゃ歌ってるって聞こえてましたか。ママが歌ってた。歌ってます。歌ってる。みゆさん覚えないの料理ですよね。さすがにね、豚汁を作るようになりたいんですけど、なかなかいつもね、覚えるとか言って覚えてない。まださつきちに弟子入りしないの。弟子入りした方がいいよね。弟子入りね、教えてもらいます。なんかでまず簡単なものかな。もうきゅうりないのかな。ないの。妹ですが劇団で歌ってますか。ママが歌ってましたね。ママは登場しません。仕事終わった明日から4連休ね。明日から4連休ですよね皆さん。ノリノリだった。松川家の豚汁は何入ってるの。大根、人参、こんにゃく、ごぼう、ネギ、白菜、豚肉、揚げが入ってます。めっちゃ入ってる。おつみーたん、おつみーたん。松茸は、松茸は入ってないよね。白菜は珍しいのでは。確かに珍しいかも。そういっぱい具が入ってます。美味しいですよ。こんばんは、こんばんは。赤味噌だよね。最近は合わせらしいです。でもなんか味噌汁、味噌汁は白ん、わかんない。でもみーはわかめスープが好きです。バラのギフトありがとうございます。鶏肉すっごい硬そう。具沢山でヘルシーだね。そう、具がたくさんですね。おつみーたん、おつみーたん。合わせ好き。合わせ美味しいですよね。豚汁って汁物の完成形のような気がする。美味しい、美味しいよね。そう、夕飯です。すごい今日目が眠い。配信場所変えたの。いや、なんかお花があるし、こうやってくれ、あのいただいたので、置ける場所ここしかないというか、その前で配信したいなと思って。マリンさんは将来豚汁家を出したいくらいの豚汁好き。そうなん、豚汁を出したいくらい豚汁好きなんですか。そうなんだ。ふんふんふん。
マリーさんに食べさせられるように練習しよう。そうですね、で頑張ります。昨日今日も可愛い洋服ありがとう、ありがとう。いや、エビが好きだからまだエビを食べてないんですよ。残してる最後に。新潟県に豚汁立花っていう美味しい豚汁屋さん、あるんだ。そうなんだ、いいね豚汁屋さん。あんまり豚汁屋さんってなくないですか。だってあるかもしれないけど、グラタンに、ん、何グラタン、何グラタン、味噌、グラタンに味噌入れても美味しいよ。あ、そうなんだ、美味しいんだ。初めて聞いた、グラタンに味噌。生の料理は何が好き？何でも好きですよ。でもなんか最近はレンコンのなんかきんぴらごぼうみたいなのがあるんですけど、きんぴらごぼうじゃないか、はさみ揚げみたいなのも好きだし、そう、なんかね最近レンコンが好きで、レンコン全部好きなんですけど、なんだろう、でも全部好きです。うん、でもなんかカレーはママのはなんか美味しいけどやっぱりパパの方がカレーは美味しいかなみたいな味噌のグラタンあるんですかね。味噌のすごいよね、初めて聞いた。そのマリーちゃんの豚汁屋さんは全国展開らしい。ほら名前通ってもらった。すごいね、すごい。味噌は食べたことない。味噌は食べたことない。つけて味噌かけて味噌、どうなんだろう。うん、どうなんだろうね。今日は唯一の役。そうですね、なんかすごい怖いママ、なんかずっと見てくる和食好きなんだね。そう、昔はなんかハンバーグとかピザとかが好きだったんだけど、今はすごい和食が好きで、和食っていうか好きなんですよね。なんか前三重県に行った時にすごい会食っていうのかな、会食じゃないかなんだっけ、なんかご飯がすごい美味しくて、和食だったんですけどめっちゃ美味しくて、うん、レンコンのきんぴらも美味しいよね、美味しい。ハートありがとうございます。家で名古屋グルメ出てきますか。あ、最近だったらきしめんを食べました。面白すぎけど笑う。おつみたママが評価案件今チーンってなった。オーブン、レンコンは縁起物、どんな意味が、なんか聞いたことあるかも。レンコンなんか穴が開いてるからみたいな感じだったっけ。カレーパパのやつが好き。パパ泣けるね泣ける。テコネ寿司、テコネ寿司知ってます。あのテコネ寿司ってさ、なんかサーモンみたいなやつでしょ。違ったっけ。あれ好きなんですよ。みゆサーモンみたいなやつが好き。懐石料理ね、そうレンジその洋服でお食事できるとか、お嬢様、いやいや普通の服ですよ。それ可愛い服ですよ。でも
何か出来上がったね。そう、妹のグラタンが出来上がりました。エビ食べます。ナイスタイミング、いいタイム。とても印象的な、それですね。本当にグラタンが焼けたね。そうそうそう、グータラかと思ったらグラタンだった。そう、グラタンですよ。あ、そう、サーモンは入ってないけど、なんだろうね、あれはマグロじゃないよね、あれはマグロ、え、マグロなんだ、知らなかった。手こね寿司じゃないよ、ミーが好きなやつ。ママ、あ、それね、手こね寿司。今夕飯食べたら完食しちゃうやつやん。確かに、やばいよね。こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。多分マグロ、多分マグロだったんだね。芸能の仕事してたら家族旅行は遠くに、そう、行けないよね。行けないっていうかね、ちょうどその時ね空いていて、予定が。最近3連続のグムグ配信、さ、ちょっと前、3日前って何、どこで配信、あ、ここで食べたっけ、なんか食べた、昨日は食べたね。ごちそうさまでした。めっちゃ美味しかった。もう1個食べたいな。もう一個食べたいな。半分欲しいか。あ、やっぱり4分の1でいいよ。おかわりします。手こね寿司、カツオとかマグロが多い。美味しそう、食べてみたいな。今夕飯食べたらまた2回目食べちゃう。え、そうだよね、食べたくなるだろうなって。お菓子食べてたのいつだっけ。え、でもお菓子も食べたことあるわ。妹が食べちゃえ。お母さんおかわり、そう、おかわり。今ママが食べてました。妹はね、多分なんか宿題してね、後で食べるっぽい。ん、あ、ハミタン、ハミタン、僕も食べてみたい。妹の上も食べるの。うん、でも妹もね、お腹空いてるのね。可愛いのゲスト、ありがとう、可愛い、ありがとうございます。おつみーたん、おつみーたん、グラスがおしゃれ。これね、グラスね、マイメロなんですよ。可愛い。食いしん坊配信、そうですね、食いしん坊配信。もう食べちゃった、全部。早いわ。みゆちゃんのトレーラーいつですか。え、そうだね、でもさ、来年はちゃんと作れるようになりたいですね。いろんな配信見てたらお腹空いて、本当ですか。お腹空いてきちゃいました。やば、でもさすがにちょっとグラタン食べれるかな。こんばんは、こんばんは。いける、いける、本当ですか。でもさすがになんか食べ過ぎたら気持ち悪くなっちゃったらどうしよう、思っちゃう。俺のビデオ食べちゃった。もう一枚、そう、もう一枚食べますか。食べ終わったら、食べ終わりました。唇の色がなくなっちゃった。うんうん、こんばんは、こんばんは。デザートはアイスあるんですけど、どうしよう、アイス食べようかな。ちょっとアイス食べます。持ってこようかな。
持ってこようかな。可愛いタイプ、可愛いタイプ、ありがとうございます。ありがとう。アイスいいな、ありがとう。可愛い理想タイプ、ありがとう。ありがとう、マミー。アピったらできできますか？アピってないよ。持ってきてたアピールしてる、違います。アイスちゃんだから、アイス、ほんとじゃん。アイスちゃんだからアイス。え、アイス久し、配信、アイス配信なんかしたことない。白馬くん、アイスさん、何、こんばんは、こんばんは、ありがとね。5日に公演見に来ます。本当ですか、ありがとう、嬉しい、楽しみにしてます。お母さんにレモンレッスン送ったの、いや欲しいなーってアイスを言ったらね、こんばんは、こんばんは。本場ホワイトサワー、なんかあのパピコのホワイトサワーが好きなんですけど、今日はホワイトサワーじゃなくてマスカット味でした。冷たい、これおつみーたん、おつみーたん、ママの声も可愛いね。え、ママ喋ったっけ。ミエの声じゃない、まさか。ミエがなんか、ミエの声、あ、それかは、あれだったん、生誕祭、うんうんうん、パピコで。ハートのギフトありがとうございます。冷たいんだよねアイスって。おつみーたん、ありがとう。マスカットといえばみゆちゃん、あ、そうじゃん、みゆマスカット好きだもんね。ちょっと遅れました、今日もみゆちゃんかわいいね、ありがとう。こんばんは、こんばんは。お、パピコ、そうパピコです。はじめまして、はじめまして、ありがとう。パピコ食べてるの、そうです、パピコ食べてます。うつみーちゃん、生誕祭感動しました、いい子なのスタート、ありがとう、ありがとうね、生誕祭ありがとうございます。本当にパピコ最後の方するの大変です、めっちゃ大変、溶けたらいいんですけどね、冷たいんだよねアイスは、名言、冷たいんだよねアイスは。名言、冷、本当にもう冷たい。なんかちょっと前にアイスが全然なんかずっとなんか凍ってて、いつまでたっても食べれないじゃんって思って、電子レンジでチンしたんですよ。20秒パピコのホワイトサワーそしたらちゃって、でも食べたいから、ここの部分あるじゃないですか、開いたんです、そしたら全部床に落ちて、なんかジュースみたいになっちゃって、なんかカルピスみたいになっちゃったんですよ。やばいですよね、みゆちゃんかわいいね、ありがとう。えって言われた。でがメタの先生でもありがとうございました、来てくれて。初見じゃないよ、アイスレンジ、そうアイスレンジしちゃって、もう本当に凍ってて、もうマジで全然溶けなくて、溶けろと思って、さすがに20秒長すぎたんかなと思ったんですけど、そしたらもう出てきた瞬間もうぷよぷよで、あ、やばいと思って、でも食べたかったから、熱いの食べたの、食べてて、食べての冷たいもの、そうです。今日もみゆちゃんが過ごせてかわいい、ありがとう。素晴らしいですか、
結構翼いいですね。ゆうちゃん面白い。本当ですか？そう、普通にジュース、そうジュースで、でもなんかやっぱりデンジはやめたら、やめた方がいいなと思いました。つぼってましたね。ちょっと20秒はねやばかったよね。さすがに5秒じゃないですか。いや10秒か、やっぱり天然な。いやいやいや、でも本当に皆さん本当にね気をつけた方がいいよね。絶対7日声出していこうぜ。2列目通路席。あ、本当ですか。いいですね。やっぱりみゆちゃん変わってるよ。変わってない、変わってない。みんなやんないの、天才天才。20秒の問題ではない。さすがにちょっとね長すぎました。僕はガリガリ君チンしようかな。ガリガリ君とかやばそう、マジで溶けそう。みゆちゃんおもろすぎる。確かにこの容器がね溶ける可能性は。今日もみゆちゃん見れて嬉しい、ありがとう。 SK には電子レンジにまつわるツアーが多くてだな。え、何があるんですか。爆発せんでよかった。確かに、え、確かに本当に危ないよねこんなの。やば、アイスレンチンすることはあるけど、もっと短い。20秒はやばいか。うん、ガチガチアイスが好きだから絶対しない。な、しない、本当に。ちょっと全然ね溶けてくれなくてね。やんないもよ、やってもお湯かけて。お湯か、めっちゃ大変。じゃあ新幹線のカチカチアイスは食べれないね。え、食べれないから食べたいけど、ニアイス大好きだから。グルルミーちゃん、いい子は真似しないで。そうだよ、真似したらみんなダメですよ。もうレンジ爆発アイスケイの伝統。え、そうなんですか。え、青海さんが火花出した。え、そうなの。え、なんで。うんうん、気になる。このマスカットなんか氷みたいなのも入ってる。斉藤真希子さんの電子レンジ爆発という物語。え、そうなんですか。真希子キャップも電子レンジ爆発。え、本当にいっぱいあるんだねそういうの。電子レンジ関係ないけど、千葉県の成田夢牧場のアイスめっちゃ美味しい。あ、そうなんだ、初めて聞いた。だるまありがとうございます。マキコさんに聞いてみて、どうやって爆発したんですかって。え、めっちゃ気になる、どうしたんだろう、あの事務所の電子レンジが。レンジでも解凍ついてるやつもあるけど、あ、そっか、あ、そうだね、爆発配信はやめてね。え、やばいよね爆発配信は、怖いよね。しませんよ。アイスというか食べ物の話できます、トーク会とか。え、もう全然、食べ物の話めっちゃ好きだから、しましょう。食べること大好きだから。マルト、それ今よくある TikTok。 そうです、なんかありますね。こんばんは、こんばんは。ちょうど今フレンチトースト電子レンジで温めすぎて包んで、あ、本当に？じゃあ温めすぎたとか同じじゃん。うん、うまちーかまが一番好きなの。あ、ちーかま好きなんですけど、最近本当に食べてなくて、マジで食べたいんですよ。ちょっと食べてない、食べたくて好きっていう割にはね。そう、ママが小さい頃から食いしん坊と言ってたね、言ってた。本当に小さい頃から食べとった。
可愛いのギフトありがとう。チータラは好き、チータラ好き。チーカマ12期生チータラも好きですよ。なんかチーズは好き、チーカマも好きだし、チータラも好き。もうすぐ16本で忘れてた16本。愛されて育ったのがスターティー手紙、すごいミーも嬉しかった。手紙、おつみーたん、おつみーたん、ふん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 、最後まで食べたい。おつみーたん、おつみーたん、まだチーカマ16本、そうそうそう、チーカマ16本めっちゃ多くないですか、16本って。わはみーたん、お母さん近くにいるの。お母さんはね、ちょっと近くに。あ、そういうこと、チーカマかと思ったらアイスだったご飯食べましたよ、グラタン食べました。もうすぐ壇上書きますね。なんか寒くなってきた、やっぱりアイス食べると。今から映画見て、お、何見るんですか。4本入りなら4袋だよ、すごい4本入りだっけ。アイソレーション得意なの、得意なのかな。もうまあ苦手ではないけど、首はね。ちいかまちるぽんなんて食べ、確かにそうだね、一日で食べちゃいそう。熱々のグラタンからのアイス美味しかったです。パミータンの推しは誰か、まだ教えてもらってないけど、あ、教えたけども、西井美代さんと杉本リーナさんが、そう、推しあのパパはね。おお、ありがとうございます。今日は一人歩いてディズニー行ってきました。入ってない、え、めっちゃいいな、行きたい、行きたい、いいな。うまいやん、ありがとうございます。インド人もびっくりだね。むずいねん、でもどうですか、すごいよく首、そう、首で、ね、動くんですよ。なんかおつみーたん、おつみーたん、ありがとう。じゃあまず13位の方から書きますね。こんばんは、すごいやん、ありがとうありがとうよ13位の方、かなりノリが良い、ありがとうございます。生誕祭の挨拶感動した、ありがとう。配信で見てくれたんですよね、ありがとう、ありがとうね。ゆあにゃんとどっちがうまいか、ゆあにゃんもうまいですよね。ゆあにゃんでさ、こういうのあるじゃないですか、なんかなんだっけ、こんなのむずい、やっぱりやっぱりむずいですね。今のは下手。ちょはい、13位の方です。ありがとうございます。ありがとう。やっぱすごいな、ありがとう。次は12位の方ですね。イエーイ、ありがとう。ありがとう、ありがとう。ユアニャンの詩人のソロダンス、アイソレね、いいよね。すごいよね、あれ。めっちゃユアニャンのさ、詩人のあのアイソレ好きなんですよ。
はい、12位の方です。ありがとうございます。ありがとう。ほんとリップがなくなってきた。やばい、口の垢抜けた、垢抜けた。本当にありがとうございます。11位の方ですね。次はイエーイ、パチパチ、ありがとう。めっちゃ上手くなってる。そうだよね。かわいい絵。はい、11位の方です。ありがとうございます。ありがとう。仕事終わったお疲れ様です。お疲れ。嬉しい、ありがとう。とりあえず1投げた、ありがとうございます。ありがとうね。次10位の方ですね。笑顔いいね、ありがとう。皆さん本当にトーク会や握手会待ってます。たくさん来てほしいです。はい、10位の方です。ありがとうございます。ありがとう。かわいいクマミーターのイラストグッズ、かわいいよね。あ、かわいいなとか、クマのグッズがあったらかわいい。かわいい、かわいい、ありがとうございます。9位の方ですね。こんばんは、こんばんは。9位の方です。ありがとうございます。ありがとう。こんばんは、こんばんは。次は8位の方です。あ、びっくりした。8位の方です。ありがとうございます。ありがとう。 Kiss me, baby, kiss me.毎回ライブありがとうございます。ありがとうね。おはみーたん、おはみーたん、ありがとう。初見の方はぜひフォローしてくださると嬉しいです。こんばんは、こんばんは。何でも真面目な声ありがとうございます。さっきからありがとうね。こんばんは、こんばんは。さっきは大海さんが海外で活動されている曲を歌いました。ちょっと難しくて歌詞が鼻歌とか言っちゃうんですけど。はい、11位の方です。ありがとうございます。ありがとう。そう、クアドリップ口ずさんです。そう、わかりますか。やっぱり嬉しい、ありがとうございます。あれ何回、ほんとめっちゃ TikTok で見た、何回も再生しました。はい、6位の方です。ありがとうございます。ありがとう。フォローしてあげて、またカラオケして、たまにカラオケしてる子です。ぜひ、ありがとうございます。ありがとうね。次は5位の方ですね。クアドリップスのダンスは難しそうね。めっちゃかっこいいですよね、本当に。今月リリースセフのセカンドシングルおすすめ。ちょっとさ、たくさん聞く、本当にめっちゃ可愛いですよね。おはみーたん、おはみーたん、おつみーたん、ありがとう。はい、5位の方、ありがとうございます。ありがとう。おつみーたん、おつみーたん。
あの曲難しいよね、転調とかテンポが。そうめっちゃ難しそうだった。でもすごいね、かっこよかった。ありがとう、ありがとうございます。つみたん次4位の方ですね。はい、4位の方です。ありがとうございます。ありがとう。トゥン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 、満月がぐるぐると回しな、ミートありがとう、ありがとうございます。回しながら窓の光集め覗いた、あの頃の少年は虜だった、儚い原色の感じの人生、うん、足りないのは足りないのは自覚だと。むずいですねハモリはやっぱり。ち女の子の女の子の台を買ってたたれて仕方ない。急に万華鏡来た。そう好きなんですよ、みゆ万華鏡。ヤッホーヤッホー、ありがとうございます。むずいですね。3位の方です。ありがとうございます。ありがとう。こぼれる雪もなく、こんばんは、こんばんは。ヤッホーヤッホー、ありがとうございます。ありがとう。さとら見た友人は足りないの足りないのは自覚だ。はなちゃんすごいな本当にハモリ。2位の方ありがとうございます。ありがとう。みゆちゃんこんばんは、こんばんは。むずいですねやっぱり。なんかキーを一つ下げてみればいいと思うと言うだけどさ、難しいんだけど。大人びた友人は足りないの足りないのは自覚だ。無理です、むずい。ありがとう、スクショしたウルピー、ありがとう。足りないのは自覚だと哲学的意見にってねえと似てる。僕が欲しいものはいいさ、僕が欲しいものはいいさ。これできないんですよ、本当にできないんですよ。与えられたものは色がないないないな。裏声はダメだね。おつみーたん、万華鏡が耳についてるめっちゃ好き。はい、1位の方です。ありがとうございます。ありがとう。ママは元ダンサー。ダンサーじゃないですよ。できない。せーの。おつまみた友人は足りないのは自覚だと哲学的、合ってるかな、意見いいってねえと。違うかも。指パッチン、俺めっちゃなるで。え、そうなんですか。みんななんないんですよ。指パッチンうまい。ママうまいよね。ココミンもできる。あ、それママが言ってた。ココミンすごいらしいねすごい。あ、ハミータン、ハミータン万華鏡歌いたいな。こんばんは、こんばんは。初見の方をフォローしてくださると嬉しいです。ママが鳴らしてるんか。そう、ママがやってくれました。
ママさん芸が細かい。これってこっから音出してもいいのかな。声が出るか分かんない。歌ってもいいかな。いや、なんか上手くなかったらどうしよう。ゆりたまに予想してた。本当に予想してましたか。めっちゃ好き。いや、難しい。じゃあ最初から歌う。万華鏡をくるくると回しながら窓の光集め覗いた。あの頃の少年は虜だった。儚い現職の夢。待つわね。こんばんは、こんばんは。未完成の人生は生きがいとかブランクで想像では埋められない。旅の途中大人びた友人は足りないのは自覚だと哲学的意見言ってねえと見てる。僕が欲しいものは愛さ。与えられたものは色がないんだ。万華鏡をくらくらとめまいがする。蛍光灯を見上げ覗いた。片方の目の中に飛び込むのは眩しい原色の花。こんばんは。たくさんありがとうございます。ギフト、音符のギフトありがとう。ありがとう。パチパチありがとうございます。ちょっと私もうちょっとうまく歌いたかった。素晴らしいですね。ありがとうございます。そろっと歌ってもうまい。ありがとう。これじゃないの。ちょっと待って、ちょっと待って。こんばんは。パパが好きなやつ。トゥルルトゥトゥ。おすみーたんありがとう。たくさんゲストありがとうございます。今夜は特別な夜になりそうな気がしてる。ママからもらったドレス、イヤリングもしよう。あんまりガツガツしてちゃ軽いと思われる。
迎えのクラクションなっても5分くらい待たせよう。ふうむ丸いお月様ロマンティードライブあなたのオープンカー空にミラーボー女の子の大ロボカー絶対外れることない。何か起きそうよ恋のサプライズ予感が当たりすぎるとリアクションは難しい。来るわ来るわほら来た可愛げがないね。ダダダ可愛い歌。ダダダダダダ。こんばんはこんばんは。なんかねやっぱり制服のめ公園の歌を歌いたくなっちゃうんですよ。くるわくるわありがとうございます。パチパチありがとうね。かわいげがないね。てる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 あダウトもいいですね。いいですねダウトも。なんか歌ったらもうすぐ終わります。ちかこさんが出てきた。かわいい。これじゃないか。自分なんかさなんか出てくる時ちょっと出てこないですけど。見通しありがとうございます。出るかな。すごくない。私本当のこと言ってない。どうしようもないくらいあなたが好きなのに自分騙してる。なんで消えた。ええすごい最初こんだけだったかな。すいませんね急に消えちゃって。かわいいありがとうございます。なんで消えちゃったんだろう今の歌。なんでなんで。ダダ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 ダ。突然聞かされたからせいせいするわて意地悪いたのよ。喧嘩ばかりして毛嫌の中だったけどそれはあなたのことが気になってる証拠。あなたの目が少しだけ寂しそうだ。なんでなんで。ねえやだ途中で聞こえなくなるのムカつく。ムカつくよ途中でさ頑張って歌ってたのに。本当に何なのね。ちょっと何のって感じじゃないですか。セタサイからまだ見そう見たくなりますよね。本当にさなんで聞こえなくなるの急に。めっちゃムカつくんだけど。ミート怒った。そうミート怒りましたよもう。さあせっかくさ歌えるのにと思ったのに。マスカさん今着ているお洋服の白とっても似合ってるので渚のイメージ。あ本当ですか。ありがとうございます。こんばんはこんばんは。
本当にさ、こんばんは、こんばんは。何があと歌おうかな。今ダウト歌えてたのにさ、ね全部さ途中で止まっちゃった。ダウトなんでよ。上京するなんて突然。そう、おこおこおこ怒ってます。なんで急に止まると思って。これも無理でしょ。だってみゆちゃん、お、え、これこっちゃんじゃない。こっちゃんだ。こっちゃんじゃん。こっちゃんさっきあったもんね。こっちゃんにはこっちゃんやんか。おこおこですよ。おつみーたん、こっちゃん本物、こっちゃん本物だよ。多分これほらこっちゃんだよって、今日はおいらこっちゃんだよっていう人はいないからね。もうさ、なんで聞こえないのこれ。みゆちゃんの手紙が欲しい。ふう、ありがとう、ありがとね。そう、恋恋だよ、本物。おいらこっちゃんだよって言われそうだよ、言われるよ。そう、スマホも反抗期だよこれは。本当にさ、ムカつく。オイラはこっちゃん、違う違う違う、オイラはこっちゃんじゃないです。こっちゃんミーター配信ギリギリ間に合った。そうですね、よかった。本当にさ、もうこれなんで聞けんの、ムカつくな。こっちゃんのパトロールを開くんだよ。とラストなんか歌ったら終わろうかな。こっちゃんも一緒に歌おう。そうだよ、こっちゃんも一緒に。ドスコイボンジュール、ドスコイボンジュール。ミユコイボンジュール、ミユコイボンジュール。でもこれはね、あ、ダメだ、家族のと何て言ったのに言います。なんでマジで1分、もうこれラスト歌ったら終わろうかな。ドスコイボンジュール。風に膨らむ真っ白なスカート、誰かを好きすぎるせいかしら。名前呼んでも知らんぷりするの、ハートのダーツ外したみたいね。子供扱いしないでほしい、私これでもレビーなの。本気なのにあなたがじれたい、お行儀良すぎるわ。私の狼さんはなぜか臆病ね、あなたがじれたい、お行儀良すぎるわ。羊を前にしても襲わない、キスくらいしてくれなきゃ、私にだってプライドがあるわ。ありがとうございます。結構歌いましたね。おつみーたん、おつみーたん、ありがとう。音符のギフトたくさんありがとうございます。ありがとう、パシパシありがとうございます。制服の目 CD をパソコンへ読み込んでから iPhone 入れておくと、あ、本当に電源流せますか。パシパシありがとうございます。かわいい、ありがとう。では皆さん、ゴールデンウィークなく落ち込んでたのですが、おうぜよかった、ありがとう。パチパチありがとうございます。たくさん皆さん、では今日も本当にコメントやギフトたくさんありがとうございました。と、握手会やトーク会、ツーショット会もたくさん来てくれると嬉しいです。では今日も本当にありがとうございました。バイバーイ。